東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですよね。インサイド落ちました。取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者のリック田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは田中、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁。さあ初球は何か。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。ああやはりそうですか。2球目打ちました。ホームに送球する。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは4番大島。さあしっかりとつないでチャンスの場。打ちました。取った。一塁送球。初球は何で来るか。初球は大きな変化球、ボールになります。これが2球目。この打球はファールグラウンドへ。ファウルになります。3球目は何で来るか。緩いボール、しっかりと見極めました。次が4球目。バッター見送りましたが打ちいっぱいのストライクです。2ストライクと追い込んでいます。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナー厳しいコースでした。まずは見送ります。チェンジアップを見極めます。いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。引っ張った。サード取った。一塁アウト。スリーアウトです。さあこれからドラゴンズが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発大島が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。バックをいっぱいに使ってきます。ストライクです。ファウルになります。空振り三振。ワンアウトです。バッターは DH 岩村。沢村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った。ファウルになります。打ちました。取った。アウト。2アウト。打順は3番村上。2アウトランナーありません。引っ張った。ビシエド。一塁アウトで3アウトチェンジです。2回表に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃。バッターは高橋。ドラゴンズリードで迎える最初初球打ち。取ってワンアウトです。8番バッターアキーノ。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。ナイスボールですね。はい、低めのストレート、ストライク。3球目打ちました。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に置いています。バッターボックスにはリューク。まあここは送っておいていいんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですか。打った。右中間に大きな打球。右中間真ん中破りました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。落ちてフェア。セカンドランナーホームイン。まあ肩が強いキャッチャーですからここは走りにくいでしょうね。ああそうですね。初球打ち。
ウォーカーが掴んで2アウト。バッターは3番木下。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。2アウトになっています。ランナー動いてきませんね。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。ヤクルトスワローズ最後の攻撃になります。ウォーカーが打席に入ります。ドラゴンズリードで迎える最終回です。まず何を投げてくるか。アウトコース決まってストライク。154キロがいきなり出ました。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。高めのボール切れていきます。ファウル。これもファウル。引っ張った。レフトへ打球伸びる。レフト掴んでワンアウト。打席には5番バッター中村。沢村まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。ショート取った。2アウトになりました。打順は6番山田。2アウトランナーありません。さあ2球目は何か。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。高め外れました。さあ勝負してくるのか。変化球空振り。試合終了。なんとなんと見事な完全試合を成し遂げました。ドラゴンズが相手打線を完璧に抑えて